どうも。ソン・フンミンって顔と体のバランスに違和感があるよね。で、おなじみレオザフットボールでーす。ね、もうちょっとちっちゃくあってほしいっていうか、ちょっと華奢っていうかね、なんかほんと肩幅広いし、あ、体の方はやっぱヨーロッパなんだなっていう、大陸型なんだなっていうのを、すごい感じますよね。逆にね、もっと身長と肩幅あっていいだろうって思うのはガリー・メデルですよね。やっぱこれ見るとですね、やっぱ野良の質感あるなっていうふうに、思いますし、まあ僕もね、実際にね、会ったら結構でかいですねっていうふうに言われる方なんですけど、ね、こう皆さん的にはね、僕ね、165センチぐらいかなっていうふうに、まあ思われるような見た目だと思うんですけど、実際はね、3メートル60ありますね。というわけで始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。まずはですね、ビジャもう電撃的に決まりましたね。一応お伝えしておきますと、推定年俸が250万ユーロ約3億2000万円の2年契約ということで、でですね、このビジャがね、なんで神戸にしたかとか、その辺のね、まあよくある情報っていうか、皆さんがもう検索すれば簡単に出てくるであろう情報はですね、一旦ここで割愛します。まあそんな中でイニエスタのコメントっていうのが、ちょっとですね、まあ僕の中で注目だったんで紹介させてください。ビジャは神戸がやろうとしているサッカーへの理解が高い、神戸にとっては貴重なピースになると思っています。今季終盤の神戸はボールを握り、決定機を多く作れるようになりました。だが最後のフィニッシュに課題を残していました。失点が多いという課題はさておき、得点力の高いビジャの加入で一つの課題はクリアされる可能性が高いです。もちろんビジャも自分に求められている役割はしっかり熟知しています、って感じでね。これね、イニエスタだとね、こう敬語っていうか、すごくね、なんか丁寧な感じになってて、でね、さっき見たニュースでビダルの場合はですね、なんか若い選手はサポートが必要なんだって、多分そういう役をですね、ね、若い衆はサポート必要なんだみたいな感じで、完全にビダルの見た目でそっちに寄せたろみたいな、清原が全部僕って答えてんのにね、昔のインタビューでわしに変えられてるみたいな、まあそういう感じだと思うんですけど、まあ脱線しましたけど戻しまして、このね、ビジャがですね、熟知しているっていうふうにイニエスタが言う役割ですね。まあ裏への飛び出しからのゴールっていうところで、まあこのチャンネルでたびたび取り上げてました、イニエスタが顔を上げた時にですね、使いたいスペースに選手が入っていかないと、まあその辺はですね、まあワントップのウェリントンが動いたり、古橋が動いても、まあポドルスキーがそこ動かなかったりとかあるんですけど、まあ別のところのコンビネーションでポドルスキーは見せてくれてはいるんですが、ただそういった選手ね、なおかつそのおとりになるだけじゃなくて、ゴールをできる選手っていうのはやっぱり欲しいっていうところで、その辺でですね、まあ神戸、まあバルサ化を進めてるっていう話はもともとありますので、その辺でね、もうビジャっていうのはですね、かなり、ニーズとですね、この選手のキャラクターがすごくあったところなんだなっていうふうに思ってます。なんで今日はこの共存とかですね、あとビジャが入ることによって外国籍枠が大丈夫なのかとか、その辺も考えていきたいと思います。この画像をご覧ください。イニエスタ、ポドルスキー、ビジャも取りまして、もう別格の3人ですので、この3人で外国人枠5名のところのうちの3人は埋まります。登録は何人でもいけるんですけれども、出場できるのが5人までなんですね。で、提携国枠というのがありまして、まあそういったところで中東から来てるヤセルだったりですとか、タイのティーラトンとかは、まあ外国籍枠に入りません。で、キムスンギュね、もうレギュラーではないので、もしかしたら放出されるかもしれませんが、一応この選手はアジア枠ですので、外国人枠には入らないと。となりますと、今挙げた3人プラス残り2人、噂が上がってるのはマリノスを退団したウーゴ・ビエラですね。ただこれはビジャが取れるかどうかわからないところで上がってた噂じゃないかっていうのが僕の中でありまして、まあワントップをね張って、そこからね動き出してゴール決めるみたいな、ペナルティエリア内で勝負できる感じの、決してですね動き出しの量が多いタイプではない。なんでね、マリノスの試合見ているとビエラがもっと動かないから中盤にスペースができないみたいなのはよく見ていました、僕。なんでその辺でですね、ビエラ来てもまあビジャとね役割バッティングしちゃうところがありますので、これはちょっとないんじゃないかなって思っています。やっぱり神戸のサッカー見てると、両サイドバックの、このねいるべきポジション、上がるべきタイミングとか、まあそこのテクニックとかにちょっとですね、まあ中盤の、まあ、イニエスタだったりとか降りてくるポドルスキーと、まあ、差がありすぎてしまってるってありまして、サイドで幅を取れないと中央の選手いけないっていうところで、ここの戦力アップは必須になるっていうふうに僕ずっと言ってました。その辺でアドリアーノ、名前が上がってきていますので、ちょっと合点がいくんですね。ただアドリアーノが現在どのぐらいの運動量でどのぐらいのパフォーマンスしてるかまでは、正直分かりません。そして上がっている選手で言いますと、鹿島にいたカイオ、まあネイマール的なプレイヤーなんですけれども、このカイオが入りますとですね、まあ、前線ワントップビジャ、右ポドルスキー、左カイオって感じで、もう外国人集団みたいな感じになりますね。で、あとはウェリントンが、まあね、清水戦での問題で放出になるのか、もしくは残るのか。放出になったとしてもハーフナーマイク、このね仙台に出してる選手が戻ってきて同じような役割を担うかもしれないと。まあこんな感じでですね、ウーゴ・ビエラ取るんだったらウェリントン残しておいた方が、まあ、ポストプレーとか空中戦で生きる選手なので、戦い方も広がりますし、いいのかなと思っていまして、
僕の予想で言いますとイニエスタ、ポドルスキ、ビジャに、ウェリントン残って、あとアドリアーノなのか、ウェリントンも放出されてアドリアーノ海洋なのかっていう、まあこういった感じなんですね。で、この選手たちの、まあ、使い方、特にですねこの外国人選手が入ったからってちょっと日本人選手をおろそかにしていいのかっていうと、そういうわけではないなというふうに思いまして、まあね、ビジャが来たら今度ねイニエスタに、この背番号を譲った、三田選手がですね今度はビジャにまで背番号を譲んなきゃいけないんじゃないかという話は出ているんですけども、さっき言った古橋選手、まあその三田選手もいますし、あとは若手の選手で言うと豪華選手だったり今日出てましたね、あとはですね藤谷選手、右サイドバックの選手でして、あとはパルメイラスにレンタルされている若手の佐々木選手だったり、スペインの3部だったかな、レンタルされてる、中坂選手だったりとか、まあこういったですね期待の若手の選手が、来シーズン戻ってくるかもしれませんし、田中純也なんかはポドルスキーよりもですねこのボールがないところでの動き精力的で、僕は出た試合でチームとしては田中純也の方がすごく機能しているなって思いました。で、あと日本人の噂上がってるのはですね山口蛍ですね。なぜ山口蛍を取るのかっていうところなんですけど、まずですね、ちょっと脱線しますけれども、セレッソの話もちょっとしたいと思います。この山口蛍、遺跡の噂が上がってて、杉本選手、杉本健雄だったりとか柿谷だったり、この辺のね主力が全部放出されるんじゃないかっていう、話がありますね。そうすると、まあ、セレッソ大改革っていう感じじゃないですか。まだねその主力の選手は、このね考えを保留してるって感じなんですけど、そうなると、清武中心に新しく来ると噂されている、東京ヴェルディのロティーナ監督ですね、それが新しく来てセレッソが大改革されるんじゃないかっていうところで、どういったチームになるのかっていうのがちょっと一つ楽しみなところなんですね。で、僕ですね前このチャンネルで取り上げたセレッソチャラすぎる問題、まあ昔ねその杉本だったりとか当時いた大木原とか、ちょっとねあの AKB との合コン問題とか出まして、でもまあ実際サッカー選手って結構遊んでるっていう風に、まあ都市伝説だと思っていただいてもいいんですけど、僕は思ってますから、まあそこ遊んでもらっててもいいんですよ、全然ね楽しいプレー、いいプレーしてくれれば僕も、それ見たいだけなんで。ただですね、そのめっちゃチャラい選手たちの、そのね、イメージがついているセレッソ大阪の、スポンサーにコンパで恋プランっていうね恋愛 SNS みたいなね、そういうのが入ってて、あとセレッソの試合見ながら合コンしようみたいな企画やってて、こんなに攻めると、アタッキングフットボールってそういう意味みたいな話をしたじゃないですかね。そのですね理由っていうのが、このですね下のコメント概要欄に僕貼っておきましたけど、セレッソのですねセレッソの、広報の方のインタビューが載ってて、そのインタビューの節々から出てくるチャラさっていうのが、あるんですね。なんでちょっと読んでても笑っちゃったんですけど、なんでこれね、あんまりセレッソディスみたいに思ってほしくないんですよ。そういうねキャラクターとして僕はセレッソっていうチームを楽しんでますから、それがね、まあ、また来シーズン色変わるかもしれないんですけど、まあその辺でですねなんか全部が繋がった感じがありましたので、あ、そりゃこの広報の人だったらああいうなんていうんですかね、こうコンパで恋プランとかそういう戦略立てるわみたいなね、そういうカラーになるわみたいな、そういうのがありまして、なんでね前言ったあのユベントスの、ロナウド問題、レアルで超ヒールだったのがユベントス行ってなんかこうヒーローになっていくロナウドの過程みたいな話しましたけど、ちょっとね山口蛍とか杉本健雄、こうね日本代表を見てる人の中ではやっぱりですねちょっとヒール的な、この叩かれる側になってるとこありますけど、もしかしたらチーム変わったらそのねロナウド的な感じで扱い、周りのキャラクターとしての見方も変わってくるんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっと期待してます。なんでねちょっと神戸の話また戻りますけど、この山口蛍が、このね神戸に入ったらっていうところでですね、こういうふうに無事に考えました。はい、まあ海洋とかアドリアの入ると仮定して、まあ補強が全部うまくいったと仮定してこういう布陣になったんですけど、まあどう見てもですねあの前線の、攻撃的な選手たちのですねバランスを、藤田とか井ノ原とか山口とか三田とか、このね、このなんですか生産者と労働者でもう仕事がっつり分けるみたいな、まあそういうね、やり方をしていくのかなっていうふうに、そういう補強なのかなっていうふうに思いまして、でですねこれの問題がやっぱりイニエスタがですね守備の時に中央になるって問題ですね。まあポドルスキー、守備ね時々頑張ってくれますけど、試合通してめっちゃ頑張れるわけではないと。でイニエスタも走行距離自体はあるんですよ。ただ一瞬のスプリントとか切り替えっていうところで遅くなるっていうところがありますので、そうなるとですねバルセロナの最後の年の、前の年かなあった問題、バルベルデが解決した問題なんですけど、このフォーメーションみたいに 4-4-2 の中央にイニエスタになりますと、その中央のね、スペースのですねカバーがおろそかになりまして失点が増えるっていうところはあるんですね。なんで今日は左ウイングの位置から、あまり守備の負担中央でかけられない起用法だったので良かったなっていうふうに思って見てたんです。もしくは、イニエスタサイドに出すとしても、今度はですね、右のウイングのポドルスキーが下がってこなきゃいけないので、こういう風にやっぱり両ウイング今度スカスカになってサイドからクロス入るみたいな、
なサイドバック常に数的不利みたいになっちゃう可能性あるなって思います。前にも出ていけてインサイドハーフでですね守備も頑張れるみたいな、そういった選手をですね取って、3センターはがっつり固めた方がですね、勝ち点はちゃんと稼げるなというふうに思っています。でもう一つは先日ちょっとねコートで説明した右ウイング、ここにですねアップダウンして守備もできて、で攻撃の時に斜めに入っていくビジャーが作ったスペースを使うっていうそういう役割ができる選手なんで伊東純也とかは最高なんですけど、まあ海外の方がね、第一選択肢ですし、あとは海外っていう選手で奥川選手だったりとかそういったね右サイドで仕事をできる選手っていうのもありなのかなっていうふうに思いまして、今後ですねこのインサイドハーフでゲーム作りながらですね守備しっかりやる選手、右のウイングでですね攻撃を、このね、きちんと担える選手中にも入っていける選手、そういった選手の名前が上がったら、あ神戸きちんとね、補強ポイント的確に分かってるなっていうふうに、考えてね見ていいのかなっていうふうにそういうふうに思います。というわけでこのですね今挙げた神戸の役割、このね右サイドのハテナになっているところ、この役割をずっと探しているのはバルセロナっていう話を、先日しましたね、その役割でウィリアンをですね、求めていたっていうところで今回噂が上がってきたのがロサーノなんです。これ PSV の両ウィングできるですね、まあウィングタイプの選手でして、この選手ですね守備の時のアップダウンだったり規律もきちんと守る選手です。そういったところでですねこの選手、まあバルセロナ行きがですねまあちょっと噂される程度なんですけど、実際ですねウィリアン、まあ年齢のところとかもありますし PSV からのステップアップで、デンベレかマルコムどちらかがですねまあ冬に出ていってしまうとしたら、まあデンベレ能力面では疑いようないですけど、まあ守備面でちょっと怖いところ、そして練習に来るかどうか分からなくて怖いところがありますし、マルコムに関しても精力的な動きは見せていますけど、どうしても左足メインに使う選手なので右に置いた時にカットイン型になってメッシとプレーエリアが被るみたいな、そういった状況も生まれます。そうなると、まあ、左に置いてそういったシステムを作り直さない場合、ロサーノを取るために、マルコムを放出するみたいなこともあるのかなと思って考えてまして、マルコムがですね、出ていってロサーノが来てってなると PSV のそのウイングの枠が空きますので、そうなると日本人選手の堂安律、この選手が入るんじゃないかなっていう、このね、バルセロナが取ることによって日本人の玉突き移籍あるんじゃないかっていう風に一つ僕は考えてるわけなんですね。でもう一つ噂が上がってるのがデリフト、デリフトがですねピケの後継者って噂上がってるんですけど、これは来季の夏以降だと思います。デリフトが出番を求めていることプラスですね、アヤックスがですねこのチャンピオンズリーグ決勝ラウンドに進むっていうところで、まあここでデリフト守備の要を出すことはないだろうと。デリフトのちなみにインタビュー紹介しますと、僕はピケに似ている、僕はボールを扱うことを好み、守備の際はピケのように強い、そして、彼のようなリーダーシップを備えているっていう、なんかねあの直訳なんですけど自画自賛感がすごい強すぎてね、ちょっとロブ練習するぞっていうところがあるんですけど、なんでデリフトがないとなると、冬にですね前にこのチャンネルでお伝えしたのが実際にそうなって嬉しいんですけど、クリステンセン、ただクリステンセンねチェルシーで出番を失ってるんでバルサ狙うんじゃないか、実際に狙ってるっていう噂がありつつ、チェルシーの返答がですね良くなかったらしいんですね。それなぜかというとチェルシーはミランに売りたがってるからなんです。ミラン、なぜかというとミランのですね怪我人センターバックでロマニョーニが今全治1ヶ月、ムサッキョが全治数週間、カルダラが全治3ヶ月っていう風になっていまして、ここで今もうサパタが出ちゃってる状況なんですね。もうめっちゃねあの軽率なミスしがちみたいな、まあ最近いいプレーになってるかもしれませんけれども、なんでそういったところでなんかねサパタの一回ね毎回、この新、シーズンになって戦力外みたいな扱いされてるのに気づいたら結構出てるっていう、この強運感っていうんですかね、待ち受け画面ね三輪さんよりもサパタをね待ち受けにした方がなんか結構運上がるんじゃないかっていう、そのぐらいの強運の持ち主っていう僕の中でイメージなんですけど、このねサパタが出ちゃってる状況なんでクリステンセン取りたいっていうのと、あとですねチェルシーがセスク、契約ね、来季で切れるっていうのと、今ねセスク自体がちょっと構想外みたいな扱いされてるんで、ミランはですねそのセスクの獲得っていうのを考えてると、まあボナベントゥーラという左のインサイドハーフがですね、怪我をしていますので、その辺でセスクハマるんじゃないかっていうのと、サッソーロからですね戦士っていうですねまあアンカータイプの選手、先日ねイタリア代表でジョルジーニョの代役なんかも結構うまく務めていました、そういった選手も狙っていまして、これどっちになるのかっていうところですね。なんでその辺でですね、やっぱりミランにね、このクリステンセン行くんじゃないかっていうところで、今度ですねミランがFFP の関係でセスクをですね、まあ、冬に取れないかもしれないっていうのもありますし、この辺のお金がどうなのかっていうところで、このバルセロナから、もうレンタルでですねデニス・スワレスっていう左のインサイド派遣ウィングみたいなね攻撃的にどんどん出てくる、それこそボナベントゥーラ的なキャラクターの選手を取ろうとしてると、ってなりますとバルサとしてはその FFP 次第ではミランの足元見て、じゃあもう無償でデニス・スワレス貸し出しますんで、その代わりクリステンセンだけうちに取らせてくださいみたいなこともあるのかなってちょっと妄想してしまいます。でそうなります
ますと、クリステンセン以外で、ミランがですねリストアップしているのがチェルシーのセンターバック、同じくね、ちょっと構想外っぽくなっているケーヒルですね。ただケーヒルとクリステンセンの差はですね、まあ牧野と吉田麻也みたいな感じでですね、結構スペックに差がありますので、その辺でミランがですね我慢できるのかっていう、サパタケーヒルっていうですね、縦パスつけようとしたらほとんど引っかかるっていう、まあそういった2人になる可能性もありますし、ただねこのミラン、このねいろいろ喋りましたけど、一番やっぱ補強の目玉はもう獲得が濃厚と言われてるイブラヒモビッチですね。このイブラが来たらですね、今ミラン 3-5-2 とか使ってますので、2トップイグアインイブラヒモビッチっていう可能性あるんですよ。そうなると誰が前からプレスかけるのみたいな感じになってまして、でイブラ、イグアインっていうこの前からプレスかけないところの中盤にはですね、ケシエとバカ横がいるんですね。このなんかビッセル感、イニエスタ、ポドルスキーとかビジャとかだから、じゃあもう中盤は山口ホタルと藤田で、イノハでみたいなね、この感じなんでね、ビッセルバルサカバルサカって言ってますけど、本質的にはミラン化が進んでるんじゃないかなっていう、っていうかミランとねビッセルがこう同じところにこう向かってる感じが、今回いろいろニュース見つけてみて思いました。そんな感じでいかがだったでしょうか。皆さんのいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。ボボイ。